ニベスベストオークンに関しての最新情報が舞い込んできました。購入者の方は必見です。今後のベストオークンの動きも含め戦略を徹底解説していきますので、必ず最後までご視聴ください。はい、どうも皆さんこんにちは。石原さとみとデートしたい仮想通貨で送り人、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画では、先日15日にトークンの配布がいよいよスタートしたベストオークンに関しての続報が僕の元に届きましたので解説していきたいと思います。まず本日のお伝えする続報はこれです。まず一つ目に、海外国内含め500以上のメディアへのリベス上場ニュースなどが掲載されたこと、そして次にカンガキャベックスへの上場が無事完了したこと、そして最後になんと世界有数の取引所の一つ L バンクへの上場が決定したということになります。以上3つです。この3つをこれから1つずつ分かりやすく解説していきます。それでは早速解説をしていきたいと思うのですが、その前に本編に入る前に1つだけお伝えしておきたいことがあります。僕自身仮想通貨投資で資産を構築してからも日々様々なリサーチをしているのですが、仮想通貨投資というのは情報を仕入れる速さ、いい案件が来た時にすぐに取り掛かれる迅速さ、この2つがとても重要になってきます。いい情報が出た時にすぐに動きたいけど知識がないから動けないとか、そういった時に僕に聞いていただけたらすぐに問題を解消できますので、必ず今のうちにチャンネル登録と LINE 登録、この2つをしていただければと思います。はい、それでは本編に入っていきたいと思います。改めまして、まずはベストオークンの続報の1つ目、これは正直内容としてはそのままなのですが、本日までにリベスのプロジェクト内容やベストオークンの上場に関するニュースなどがなんと海外国内のメディア合わせて500箇所以上に掲載されたという内容になります。500メディアってすごいですよね。僕もちょっとこれ予想以上だったんですけど、これ PV ページビューの数でいうと単純計算数億人の目にニュースが読まれたということになります。やばいです。例えば分かりやすいところだと Yahoo ファイナンスのニュース記事であったり、他にもコインテレグラフグローバルとかビットコインニストや韓国のニュースサイト、モンゴルのニュースサイト、さまざまなメディアに掲載発表されました。これはもう単純にリベスベストオークンがこれから一般層にもどんどん浸透して伸びていくきっかけとしてはこの上なくいいことだと思います。どんなにいいプロジェクトやトークンだとしても誰にも知ってもらえなかったら仮想通貨は何の意味もないので、特に3月のリベスプロジェクトのグランドオープン以降もこんな感じでガンガンニュースサイトには取り上げていただきたいと思います。はい、それでは2つ目の話に移りたいと思います。以前から僕も動画内で予告していた各取引所への上場の進捗に関してお伝えさせていただきます。念のために確認させていただくと、ベストオークンの上場先として僕が紹介していたのはカンガエクスチェンジとキャベックスでした。カンガエクスチェンジというのは改めて補足しておくと、2018年にスタートしたこれまでの取引所では考えられない仕組みや考え方を持った取引所です。例えば KYC 本人確認が必要ないシステムや銀行みたいに実店舗があり、すぐに現金化ができ、窓口や電話などサポートがすぐに受けられること、デビットカードで暗号資産を法定通貨に交換して世界中の店舗で即支払いが可能になったり、他にもカンガエクスチェンジが出しているトークン KNG をステーキングすることでカンガエクスチェンジの毎日の売上の一部が配当として受けれるなど、あらゆる新しい仕組みを持っていて今後非常に期待されている取引所の一つです。まずこのカンガに無事上場がされたということでご安心ください。もう一つ、これも以前からご紹介していたモンゴルの大型の取引所キャペックス、こちらですね。キャペックスも LINE なんかでは稀にモンゴルってあまり馴染みないですけど大丈夫ですかというようなご連絡をいただくこともありましたが、これも過去動画などでお伝えしたようにモンゴルは今日本と同じか場合によってはそれ以上に仮想通貨がものすごい盛り上がりを見せていて、このキャペックスに無事上場されたということも実はかなり今後リベスに期待を持てる要素の一つだと僕は考えています。はい、というわけでまずはかねてから予告していたようにベストオークンが2つの取引所カンガとキャペックスに無事14日上場が完了されたというお話でした。どちらもとても期待が持てる取引所なので、このままこの情報に関しては一緒に期待を込めて見守っていけたらと思います。はい、それでは最後3つ目のリベス最新情報なのですが、冒頭でも少しお伝えしたようになんと世界有数の取引所の一つ L バンクへの追加上場が決定しました。もうこれだけでもおおって思う方もいらっしゃると思いますが、 L バンクって聞いたことがない方、聞いたことはあるけどどういったものかよく分かってないよって方のために説明させていただくと、 L バンクは2016年に香港で生まれた取引
所になります。現在500銘柄以上の仮想通貨を取り扱っていて、特にアルトコインにも強く手数料も安いため、節約好きな日本人はじめアジアやヨーロッパ、世界中で使われている取引所です。何より最も分かりやすい L バンクの規模感がイメージしやすい話として、この L バンク現在取引量ランキングはなんと24位、世界24位を誇ります。簡単に比較すると、取引所ランキング1位は当然現在もバイナンス、これはもうダントツです。そして少し下にクーコインやゲート IO が5位、7位と続きまして、11位にあのバイビット、そしてまっちゃん松本人志が CM を始めた日本最大級の取引所ビットフライヤーが現在14位、同じくコインチェックが17位につけてます。その下の規模感の取引所の中に L バンクは存在しています。コインマーケットキャップの全300以上の取引所のランキングの中でも超有名取引所に並んで相当上位の取引所であることが伝わりますでしょうか。ちなみに少し前に話題になった財布や OK コインなんかも31位や39位と、最近コピートレードなどでかなり注目され始めているビットゲットなんかも82位と、まだまだ L バンクには及びません。ちなみに先ほど取引高1位としてバイナンスの名前を出しましたが、現在年が明けてからバイナンス出金トラブルが続いてますよね。まさに私ですって方もいらっしゃいますでしょうか。しっかり本人認証、KYC をしていてもできない方もいるようでちょっと心配ですが、 L バンクはこういったトラブルも現在全くないのでご安心ください。やっぱり規模が大きくなりすぎるといろいろトラブルもありますよね。そして L バンクに話を戻しますが、取引所としての内容に目を向けても、すでにアメリカ、カナダ、オーストラリアなどの金融ライセンスを保有しており、幅広い国でユーザーを獲得している、とても安心して通貨を預けられる取引所ですので、上場後もぜひ安心して取引の方を進めていただけましたら幸いです。はい、本日はリベスプロジェクトベストークンに関しての最新情報をお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。リベスプロジェクトに関しては、今までの様々な新規トークンやプロジェクトと比較しても僕的にはかなり順調に進んでいるように感じておりまして、追加で出てくる様々な情報に関してもとてもいい内容が今のところ続いているので、基本的には少なくともこのまま3月のグランドオープンにかけては追加情報をチェックしながらホールドしようと思っています。現状やばいな、リベス大丈夫かなっていう情報ほとんどないので、ベストークンを購入した方も安心して一緒にグランドオープンを見守っていただけたら幸いです。ただ今後2月にかけてまたリベスプロジェクトを継ぐような特大案件、激アツ案件が出てくることも十分考えられますので、そんな時に備えて資金管理は慎重に行っていただき、必要な時はいつでもすぐに資金を捻出したり移動したりできるように、ウォレットと取引所の送金手順はじめ基本的な取引の流れに関してはしっかり復習しておいてください。わからない部分があれば気軽に LINE で聞いていただけたらと思います。そして繰り返しにはなりますが、仮想通貨投資というのは情報を仕入れる速さ、いい案件が来た時にすぐに取り掛かれる迅速さ、この2つがとても重要になってきます。いい情報が出た時にすぐに動きたいけど知識がないから動けないとか、そういった時に僕に聞いていただけたらすぐに問題を解消できますので、必ず今のうちにチャンネル登録と LINE 登録をしていただけたらばと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。